お父様たちは向こうで孤立しているわ。急いで合流しましょう。待ってて父様、絶対助けるから。さあ救援を遅れてはお父様たちが危険。私たちが行くまでどうか耐えていて。他にも孤立している仲間がいるよ。敵の味方を救援しつつ合流を目指すぞ。将校たちがこちらに向かっているらしい。敵のただ中を突きようとは、あのジャジャウマめ。たく無茶しやがれ。俺らの敵かき分けて進んどくか。全然戦場中央の崖上に翼を持った怪物が出現。崖下では味方部隊が敵に囲まれ窮地にあります。このままでは近くに味方はいないのか。お前たち窮地をよくぞしのいだ。これより我らも共に進もう。おお、それはありがたい。命拾いしましたぞ。あの翼野郎、ずっとあそこにとどまってやがる。さては下にいる俺らの仲間を攻撃してんのか。味方の救出と怪物の討伐を一時にやらねば。これ以上兵を分けるのは危険な賭けとなろう。崖は北の方、きっとお父様たちはどうにかしてくれるはず。私たちは崖の下にいる仲間を救援しましょう。周りの敵はやっつけたわ。これで進めるわね。うざって怪物は片付いた。あとは残った奴らを蹴散らすだけだな。砲撃が止まったわ。お父様たちが倒してくれたのね。踊り続け。お父様たちはこれだけで終わるはずないわ。崖の下に敵を集めるのよ。お父様たちに蹴散らしてもらいましょう。分かった。ならば砦にこもる敵を挑発しおびき出してやる。お前の活躍目覚ましいな。共に戦えること嬉しく思うぞ。妖魔とは戦もできぬ臆病者の集まりなのか。所詮は化け物、我らの敵ではないな。人間の分際で生意気な。俺様がぺしゃんこにしてやる。よし動いた。ここは下がり敵を引きつけるぞ。なで斬りぞ。よく磨かれた鋭い牙よ。正直ここまでとは思わなかったぞ。お父様大丈夫かしら。大丈夫よ、私たちの父様だもの。そうでしょ。元気すごいわ。父様今よ、お願い。一生が打ち通す策が気味悪いくらいハマりやがる。まさか娘たちがお膳立てしてくれてんのか。そのまさかだろうな。俺たちの動きを読むとは成長したものよ。将校、怪我はないか。どうするったら、それはこっちのセリフよ。なで斬りぞ。さあ早く戻りましょう。きっとみんなも心配しているわ。ちょっと帰るのはまだ早いわよ。面白くなるのはこれからなんだから。愉快な仲間たちも連れてきてあげたわよ。それじゃあ皆さん、挟み撃ち開始。全てを片っ端から撃っちゃるしかねえな。さあどっちからやる。怪物もあれだけ数が多いと厄介だ。
まずはダッキーを倒すとしよう。終わりだ。怪物の群れがそこまで迫っている。戦いは避けられないか。父と子が苦難を超えて再会を果たしたのだ。戦のために今一度離れ離れになることもあるまい。ここは私が一人で食い止める。お前たちはその隙にダッキを撃ってくれ。あなたを一人にはできない。私も行くわ。ショーケン、ショーコ、ダッキは任せたぜ。ウジヤス様、二人をお願い。ダッキは私たちが必ず倒すわ。頼もしくなったな、ショーコ。行くぞ、虎の力見せてやろう。怪物は全て私が退けたぞ。これより将校たちに合流する。あなたって本当に強いのね。これからも頼りにさせてもらうわ。お父様、ご無事でよかった。お前もな。それにしても鋭い読みだったぜ。互いが互いの無事を喜ぶ。これが家族の絆か。父上の喜ぶ姿など見たこともない。あるいは楽しい。見つけたぞ。
これからも頼りにさせてもらうわ。さあ遊ぼう。踊り続けて。欲しかったのにすまんない。踊り続けて。こうなったら私が思いっきり痛めつけてあげる。痛いに見るのはどっちかしら。家族の絆を甘く見るとどうなるか教えてあげるわ。さすがですね。私も勇気が湧いてきます。唯一無双、お前こそ真の三国無双だ。控えよ、なで斬りぞ。遅くなったな。向こうは全て片付けてきた。これより私もこちらに合流するぞ。レイキ、無事でよかったわ。もう一人で頑張ったりしないでね。そう、あなたも悪い癖よ。これからはみんなで頑張りましょう。踊り続けて。将校と尊敬様を見てると親子だなって思うわ。あ、もちろん見た目じゃなくて私もあなたも中身は父様になのよね。まあ顔がそっくりって言われたら微妙かも。お前たちそんなところを気にしているのか。私にはよくわからぬ話だ。どうにか片付いたか。皆の奮戦あっての勝利だ。みんなで力を合わせたからこそ勝てたのね。そう、これこそ仲間の絆の勝利よね。無事父様たちをた